バックルルチャンネルをご覧の皆さんこんこにちは金本です、えー、今回はですね、こちらです。ハイロフトのユーティリティ。これをもっと活用した方がいいですよっていう話をさせていただきたいと思います。 これをもっと使った方がいいですよっていう背景を最初にお話ししたいんですけれどもまずこの7番アイアンですね今この7番アイアンはまあ、本当に進化してきてますアイアンもどういう進化かっていうと完成モーメントが大きくなってまあ、曲がりにくくなったことそれから球も上がりやすくなる構造のものがいっぱいありますただそこに伴ってストロングロフト化をしてきています もう今の7番アイアン市販ベースで出ているものの平均を言うともう30度よりもロフトが立っているんですねでこれはプロが使うような操作系のアイアンの7番アイアンで34度とかっていうロフトのものも含めた平均で30度を立っているのでもう28度とか29度の中には26度とかどん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 ,どん立っているものも入っています。 なので、そういう7番アイアンが本当にラウンド中にセカンドショットで使えるダウンドが打てているかどうかなっていうのがまず疑問が一つ。それからもう一つ背景で、今ボールの方も進化してきて、スピンの入り方は少し昔よりも変化してきています。で、そういう背景がある中で PGA の選手たちも、まあドライバーで300ヤードキャリーで打っていくような選手たちも、7番ウッドを入れたり、 21度のユーティリティを入れたりロングアイアンに関してはもうほぼ90%以上の選手がコンボアイアンにしていますそれは何でかっていうとそういうふうにしていかないと今のボールでグリーンををキャッチして球を止めることがでできなないからなんですねそういう背景を考えると一般のアマチュアゴルファーのヘッドスピードで考えた時に7番アイアン っていう,ふうに表現はもうこれからしないんですけど30度よりもロフトが立ったアイアンを綺麗に球を上げてグリーンに止める弾道を打つっていうのは正直厳しいのが事実だと思いますで今今回手にして持っているのは僕が思う中で今市販されているモデルの中ですごく球が上がりやすいヘッドなんですでソール幅もしっかりあったり ポケットキャビティの構造になっていたりでこのアイアンが29度なんですけれどもこのぐらい球が上がるように特化したモデルでもギギリギリです僕のスピードだとで今回あの練習場の打席でいろいろな計測をしているんですけれども芝の上で打つと球の高さっていうのは若干高くなります。 それはどうしてもインパクトの条件が変わるのでボールが上がりやすくなるんですけれどもそれを加味してもギリギリです。なので一般的なこういうすごく上がりますよっていう構造をしてない比較的操作性と寛容性のバランスに取れたアイアンを使っている場合だとほぼもともとの球が高い方以外はなかなか止めるっていうことが難しくなってきています。で もう一つ言うとそういうアイアンの進化に伴ってじゃあロフト寝かせたらいいんじゃないのって確かにそうなんですよただロフトが例えば7番アイで32度とか33度っていうロフトが寝たモデルっていうのは逆に今市販されているモデルでいうとブレードタイプであったりもう本当に操作性にすごく特化させたモデルの方が多いんですねですからこういう寛容性と操作性両方のバランスが取れたモデルで 32度33度っていう一番使いやすいロフト設定のアイアンっていうのはすごく少ないんです。でそれをおかしいっていうのではなくてこの飛ぶようになったアイアアアイインンはできれいいに使ってあげればいいと思うんですでそれを使った上でキャリーで自分の無理をしないで打っていって球の高さが出るクラブっていうのもこういうふうに今は発売されているのでそれをしっかり組み合わせることで。 コース攻略っていうのがすすごくくややりやすくなりなますこのハイロフトのユーティリティっていうのがただロフトがついているだけではなくて今のこのハイロフトのユーティリティのはすごいい進化していますそれはモデルを重ねるごとに当然アイアンのストロングロフト化に対してそこの間の狭間まっていうのをまあ 打てるクラブがあった方がいいというのはメーカーさんも当然考えていますしあともう一つはモデルを追うごとにですねで。ハイロフトのユーティリティっていうのはフェース面がすごく上を向くので昔のハイブリッドが出た頃のモデルっていうのはもう本当に真上を向いてもっと言ったらすごい右を向いて見えたり。 はたまたすごい左を向いて見えたりトップブレードのラインがどこを向いているのかフェースの面と合ってないモデルっていうのが正直あったんですねですから21度とか24度ぐらいまでのは綺麗に構えられるんだけれども27度よりもロフトがついてくるといやもうこれどこ向いてるかわかんないよっていうモデルがほとんどでしたただ今はこのピンさんの次シリーズもきっとに すすすごくく構えやすくなってますもう本当にアドレスした時にスパッともう構えてトップブレードここのラインとフェース面っていうのが向いてる方がしっかりわかるので自分が狙ったところにしっかり打ち出しのところにフェースを合わせていけるようにもうこれが一番の進化だって僕は言えると思いますこのユーティリティに関して。でそういうユーティリティを使った時に何がいいかっていうと当然 アイアンと比べてクラブのの長長さも長くなるっていうのが1つそれからもうソール幅見比べてもらうと分かる通り当然形状がこれだけ違うのでユーーテティリティリの方はソール幅が広くくくななって寛容性はすごく高くなるんですねで寛容性が高くなるっていうことはオフセンターヒットした時でも弾道が綺麗な弾道ナイスショットと同じ弾道っていうのが出やすくなりますからいろんな場面で僕お話しますけどうまく打った時の話ではないです。 真ん中に当たった時ちょっと下に当たった時ちょっと上に当たった時それでもしっかり球の高さが出て同じギャリーが出るっていうのがすごく大事になってくると思うのでそれをしやすいのがこのユーティリティィリになりますなので必ずユーティリティを入れた方がいいっていうわけではないんですけれども自分がストレスなく打った時に狙った球の高さに出るアイアンの番手っていうのをしっかりと 見極めて欲しいことが1つそれからもう一つはキャリーの差ですね例えば8番ヤンよりもキャリーがしっかり10ヤードコンスタントに1 9球平均で出ていくそれが例えば自分の場合だったら8と7で苦しくなるとか7と6で苦しくなるとかそこをちゃんと見極めた上でそこの上の番手とほぼ同じ近いロフトのユーティリティっていうのを入れてあげると内訳っていうのがすごくしやすくなると思います。 これはセッティングにつながっていく話なんですけれども例えばショートホールでティーアップして打つ時であれば当然アイアンでも全然問題なく球が上がると思うんですただセカンドショットでいろんな傾斜地から球を上げなきゃいけない時っていうのはこういうユーティリティの方がやりやすくなると思いますですから自分が打てるアイアンの限界点のところを同じロフト になって構わないので違うタイプのクラブを入れてあげるっていう風にするとすごく攻めやすくなりますでそれわかんないよっていう方もいるかもしれないんですけれども今結構練習場に計測器がついているところレンジっていうのがすごく多くなってきていますなのでできたら近くにあったらそれを普段から利用している方はよくわかると思うんですけれども利用されてない方はじゃあ自分のアイアンの キャリーのピッチがどのぐらいちゃんと出てるんだろうっていうのを1回足を伸ばして使ってみるといいと思います。でできたら1球だけではなくて5球の平均とかを見ていってであここからが自分はアイアン厳しくなるんだなまずそこを認識するところから始めてほしいんです。でその後にじゃあそれを解消するのにどうしようかって考えるのかそこの距離は コースで残らないからいいやって考えるのか、それはもう本当に自分のプレイスタイルと考えて使っていってもらえたらいいと思います。ただ、間違いなく言えるのは、ハイロフトのユーティリティは入れると便利です。あの、僕ももう今、そうですね、前は5番アイアン、そこの距離っていうのは、もう転がっていけばいいと思って、優しいタイプ。 チタンフェイスの優しい5番アイアンを入れてたりしたんですけれどもセットは普通のポケットキャビティを使ってで5番アイアンと6番アイアンはチタンフェイスのポケットキャビティにして球を上がりやすくしてたんですけれどももう今自分は5番アイアンのところは27度のユーティリティになってますもう使い始めたらちょっとやめれないですね 季節的なもので例えば冬になって風が強くなった時になったらもしかしたらまた5番アイアン入れるかもしれないんですけれどもこれからの季節ラフもきつくなるそれから風もそんなに強くない状態で高い球を打ちたいこの状況の時にはもうユーティリティあった方がすごくコース攻略には役に立ってますのでぜひ皆さんもその辺をもう一度1回自分のアイアンでどうなっているのかを見極めた上で検討してもらえたらと思います。